ストリームラインスタジオはマレーシアのクアラルンプールに拠点を置くゲーム会社。主に自社 IP 制作、アートアウトソーシング、プログラミング、コーディング、ゲームローカライゼーションを行っている。これまで主に参加したメジャータイトル作品はファイナルファンタジー XV、ストリートファイター V など。また、ジェームズ・キャメロン監督作品のアバターや コカ・コーラ社などの映像作品にもアート提供をしている。2001年、オランダのヒルフェルスムーにて設立。ステファン・バイヤー、エイドリアン・バンニンガ、リニーア・バンニンガは、リウルフ・ソフトウェアのガンマン・クロニクルズ開発プロジェクトで出会い、その後、リウルフ・ソフトウェア解散後にオランダに転居。そこで、アレクサンドル・フェルナンデスを迎えた4名で、会社としての体制を整えた。 その後、ヘクター・フェルナンデスとダンフラワーが新たに加わった。その後、2005年にアムステルダムに転し、2009年まで稼働。2010年12月、現在の本社所在地である、マレーシアのクアラルンプールに移転。在籍者数は、会社全体で常時150人から200名前後である。現在、クアラルンプールの本社のほか、東京、アメリカ、 イギリスに営業所を設置。これまでに参加した主なタイトルは、ファイナルファンタジー XV、ストリートファイター V、バイオショックインフィニットなど。また、ストリームフレームというゲーム開発会社の利用を想定したマネジメントツール開発も行っている。当初はアートアウトソーシング企業としてのみ稼働していたが、長年にわたる他の企業とのコラボレーションから徐々に プロダクション全体に対応することができるようになっていったため、各分野ごとに特化した事業部に会社を分割し、それぞれにブランド名を付けている。書き事業部の詳細は2019年の時点で次の通り。ありがとうございます。